どうもこんにちは。今回はですね、車中泊用の折りたたみテーブルを作ってみようかなと思います。早速ね、材料買ってきたんですが、まずこれが天板になるところですね。で、30センチ、80センチで切ってもらってます。それプラス40センチの長さに切ってもらった足の部分、こんな感じのね、テーブルを作れたらいいなと思ってます。ちょっとね、飛行機の音がうるさいんですが、これがね、金具として買ってきた折れ足金具です。足の部分をね、これで固定しようと思ってるんですが、これをね、探しに行くのがめんどくさかったんで、Amazon で購入しました。 Amazon で購入したんですが、これのね、一番痛いところなんですが、ネジがついてません。まあね、ネジはね、普通ついてるでしょと思うんですが、よくよくね、商品ページを見返してみると、まあ、確かにね、ついてるとはどこにも書いてなかったんで、まあ、しょうがないので買ってきました。これを使って止めていきたいと思います。まずはヤスリ掛けから行ってみたいなと思います。はい、次にですね、このチャンネルをご覧いただいている方にはもうおなじみの作業かもしれないんですが、ヴィンテージワックスを塗って色合いをね、変えていこうと思います。はい、ここまでやってですね、本当はね、足も塗りたいとこなんですけども、もうこれだけしか残ってません。これだけしか残ってないので、足はね、諦めましょう。とりあえずはね、ここまでにしたいなと思います。で、これをあとは30分ぐらい乾かして、拭き取るという作業がありますので、一旦ここで止めようと思います。はい、じゃあですね、いらないところを拭き取っていこうと思います。はい、こんな感じでですね、全く違う色合いになったのがわかるかと思います。こういう色の方がね、僕は好きなので、これでじゃあテーブルを作っていこうと思います。ということでですね、出来上がったテーブルがこちらです。ここが折れ足になってまして、すごくね、単純な作りではあるんですけども、車中泊で使う分にはこれぐらいでいいのかなという感じがします。で、ちなみにですね、この幅が30センチで、この長さが80センチで作ってます。まあ、実際はね、あと10センチぐらい広げることはできます。広げることはできるんですが、多分テーブルの圧迫感というのがすごいんじゃないかなと思って、今回はね、30センチで作ることにしました。で、あとこの下の部分なんですけども、ここはね、バッテリーを置いたりとか、あとまあ小物とか、まあ服とかの荷物とかですよね、その辺を置けるスペースにしたいなと思ってます。まあね、このテーブルに関しては本当、料理をするかスマホを見るかぐらいしか使い道がないというか、使うことがないと思うので、まあね、この足折れ金具が高かったので、これだけでも2000円ぐらいしたんですよ。2000円ぐらいしたんで、ちょっとね、高くつきましたけども、自分の好きな大きさで、自分の好きな高さで、自分の好きな色という感じで自由に DIY できるので、これはね、まあ、高くつきましたけれども、いい買い物だったんじゃないかなと思います。で、あとはね、折りたたむ時なんですけれども、折りたたみ方もね、すごく簡単で、これがまあ足なんですけども、足の金具のここを持ち上げてクイッと倒せばもう折りたたみが完了です。もうね、足4本が全てこの作りなので、まあ、折りたたみ方に関してはすごく簡単にできるんじゃないでしょうか。で、折りたたんだテーブルなんですけども、この下に収納できるようになっています。で、使うときには外に出すという感じで使いたいなと思ってます。ということで、すごくシンプルで簡単な折りたたみテーブルでした。